戻ったか。怪我はない？大穴のそばにゲネルセルタスとアルセルタスがいたぞ。どっちも強硬化していた。やっぱり大穴から発生している光とモンスターの暴走には関係があったんだ。そう、だから島の守りレウスは暴走してしまったのね。守りレウスの様子がおかしかったからずっと気になっていた。強硬化したモンスターが村に現れたら、また村を壊されてしまったかもしれない。君たちのおかげで最悪の事態を避けることができた。皆に代わって礼を言う。ありがとう。言ったろ、この村は俺たちが守るってな、ライダーさん。こっちも分かったことがある。デデじい様はラビナ雪山にいる。目撃したアイルーがいるの。本当か？だったら急いでデデじいのところへ向かおうぜ。ええ、支度ができたら出かけよう。
デデジーは温泉が好きだから絶対ここにいると思ったんだけど、デデジーの好きな不可思議を持ってきたのに。うわあ、デデジーじゃないか。やっぱりここにいたんだな。この人が、ええ、ライダーに伝承の儀を授ける竜神デデジーよ。モンスターの力を目覚めさせることもできるわ。久しぶりだな、デデジー。元気だったか？俺たちデデジーを探してたんだ。温泉まんじゅう。え？あ、ああ、不可思議家のことだよな。温泉まんじゅう。いや、だからさ。それなら持ってきました。どうぞ、おじいさん。うん、あ、うん、うん、めえ。うげ。それより俺たちの話を聞いて。うっ、ちょ、まったく、まだ入り足りないのかよ。ふかしじいちゃんになっちまうぞ。頼む、出てきてくれよ、デデジー。お願い、話を聞いて。あ、相変わらずの分かりやすさだな、デデジー。この子が破滅の翼を持つレウスかどうか知りたいの。そのために力を目覚めさせてほしい。力を目覚めさせてどうするんだ？万が一破滅の力を持っていたなら、その力を抑えたいんだ。デデジーなら力を制御する方法も知ってるんじゃないのか？知ってる。でも教えないんだ。だけ、なんでだよ。自然は自然のままがいいんだ。力を目覚めさせて良くない力だったら抑える。そんな勝手なことしてはならないんだ。おじいさん。でもライダーは伝承の木だって扱うだろう。
伝承の儀も同じだ。人の都合でモンスターを操ることに変わらないんだ。そんな。じゃあ伝承の儀も使っちゃいけないって言うのかよ。そうじゃないわ、うん、だからこそ選ばれたライダーにしか授けてはならない技なのよ。んだ、それに力を抑えるのは難しいんだ。何やってるんだ。力を抑えてるんだ。はあ？力を抑えれば歪みが生まれてしまうんだ。歪みから吹き出した力は強くなって災いをもたらすかもしれないんだ。それを先に言ってくれ。大事なのは力じゃないんだ。じゃあ何が大事なんだよ。教えてやるのはここまでだ。答えはおめえにしか見つけられないんだ。おっ、デデジ待ってくれよ、うん、やっと会えたのに。でもあの人の言うことは理解できる。俺はちっとも理解できないぞ。デデジーはライダーさんのことを知らないから力を制御する技を教えてくれないんだ。もっと不可思議を集めてデデジーに持っていこう。仲良くなればきっと。ライダーさん、デデジーには伝わったのかもしれない。あなたの中に不安があるって。大丈夫だってライダーさん。力を制御するにはどうすればいいか答えを見つけようぜ。そしたらデデジーも認めてくれるはずだ。この音、大穴が開いたんだわ。行きましょう。
こそ、ダメ！破滅の力、しかと見たぞ。これはレウスの力のわずかに過ぎないんだ。力をどうすればいいか、よく考えるんだ。ライダーさん。生きてさえいればやり直せる。もう一度作り直そう。ごめん、こんなことになって。村には迷惑をかけないって約束したのに。ここにいていいと言ったのは私。あなたたちと一緒ならここで起きている奇妙な現象を解決できるんじゃないかって、そう思った。アユリア、
この子の力ははっきりした。あなたには守れない。そんな。この子は伝説のレウスと同じ力を持っている。破滅をもたらすほどの力を。責任をあなたに負わせるわけにはいかないから。じゃあどうするんだよ。ルトゥに戻るのか。きっとレウスは閉じ込められて外へ出してもらえなくなるぞ。ライダーのお供が強硬化しないのは、お互いの心が共鳴し合っているからかもしれない。そうだとしたら、あなたのレウスが暴走したのはなぜかしら。その子はあなたを必要としている。あなたはどうなの？レウスを守れるのはライダーであるあなたしかいないのよ。答えはおめえにしか見つけられないんだ。おじいさんのところよ。もしかしてデデジーの言ってた答えが分かったのか。答えが見つかったのか？どういうことだ？絆石が答えって。あ、そうか！絆の力か！おじいさん。目覚めよ。伝承の儀でもっともっと大きくなっていく。
レウスを信じれば、レウスはおめえの心に応えてくれるんだ。いい力にも破滅の力にも導くのはおめえとレウスの絆だけなんだ。ありがとな、テデジ。ライダーさん、レイギエナを追いかけよう。強硬化したレイギエナを放ってはおけないぞ。
辺りの脅威もなくなったと思う。私は村に戻るわ。いろいろやらなくちゃならないこともあるし。アユリア、ありがとうな。ありがとうだなんて。モンスターもライダーも最初からお互いのことを分かり合えるわけではないわ。もう大丈夫ね。レウスを信じること、あなたならできるはずよ。じゃあ戻るわ。ごめんなさい。いえ、ありがとうなのかな。なんだよ急に。あなたのおかげ、モンスターと絆のこと、もっと知ることができた気がする。クワン村のみんなには迷惑をかけちゃったな。けどみんなにもレウスのことをちゃんと知ってもらいたい。ライダーさんとの絆の力があれば破滅の力を抑えることができるんだって。お？どうしたのナビル。また視線を感じるぞ。きっと俺のファンが追っかけてきてるんだ。おーい、恥ずかしがってないで出てこいよー。おお、びっくりした。君はこんなとこまで追っかけてこなくても、まあいいや。また肉球でよければ何回でも押しちゃうぞ。そんなものはいらない。あ、変装欲しいのは、うん、レウス。おとなしくそいつを渡せ。なんだ。ハンターの追ってずっと私たちをつけていたのね。ああそうだ。お前らが俺たちを欺いて島から逃げ出した時からだ。お前あの島にいたのか。お前たちライダーのくだらない祭りに招かれていたからな。くだらないだと。レウスは崇めるものでも絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。その証拠に島のレウスのせいで父さんは大怪我をした。これ以上好きにさせるわけにはいかない。この目で見た。そのレウスは破滅の力を持っている。こちらへ渡せ。このレウスはライダーさんのお供だ。お前たちなんか絶対に渡すもんか。なら奪うしかないな。お前らお手柄だった。親父さんも喜ぶぞ。ピンとこないんだよね。捕まえろ。やめなさい。武器を下ろして。リリア、リリアじゃないか。ナビル、お前こんなとこで何やってんだ。知り合いなの。ああ、ここで会えるなんてラッキーだぜ。リリア、レウスを話してやってくれ。あいつはライダーさんのお供なんだ。それはできない。マハナ村から逃げたレウスを捕獲するのが私の、いいえ、諸子隊の務めよ。ルルシオンへ帰還します。レウスを降りえ。邪魔をするなら容赦はしないぞ。いい加減にしろ。レウスのためならこの世界が滅んでもいいって言うのか。
話は改めて聞かせてもらうわ。私たちと一緒に来て。リリオ、ふにゃだ。何すんだ、離せ。いいのか、お嬢。その呼び方はやめて。おお、そうだったな。今は従うしかない。